静岡県に大雨警報が発表されました。静岡県に大雨警報です。発表されたのは静岡県の沼津市となります。静岡県の沼津市に大雨警報です。大雨警報は大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生する恐れがあると予想した時に発表される情報です。ではいただいているリポートも見ていきます。静岡県沼津市の方から、朝の通勤の様子です。一度に大量の雨が降り冠水が発生しています。ご注意くださいということでいただきました。大量の雨が降ったということでいただきました。では現在の様子も見ていきましょう。いただいている天気のご報告に雨雲レーダーを重ねたものとなっております。静岡県内はこちらですね、伊豆半島方面ですね、こちら東部を中心に活発な雨雲が流れ込んできている状況です。ずっと同じようなところで雨が降り続くわけではないかとは思うのですが、強まる雨や雷雨、激しい雨などにも注意が必要となります。では今後の予想も見ていきましょう。現在かかっている雨雲、こちらは北東方向へと進んでいく見込みです。少しずつ今降っているところからは徐々に遠ざかっていく見込みとはなっています。ただまた新たに雨雲が発生しかかってくる可能性はありますので、今日はこの後も雨が止んだ後も注意が必要となりそうです。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースの方でもご確認いただけます。ぜひご活用ください。